みんなへ。チア、楽しいですか？いつも笑って過ごしてますか？みんながクリークサウンドクローバーズを選んでくれて、チアを学びに来てくれて、サコはすごく嬉しいです。今日の練習が最後で、このチームは生まれ変わります。みんなと毎週会えなくなってしまうけど、みんなの頑張っている姿やキャッキャ笑って楽しんでいる姿、すぐに思い出せるくらい覚えています。大変なことの方が多いけど、大変なことを乗り越えられた後には必ずいいことがあって、絶対にハッピーになれるご褒美があるから、嫌なことや挑戦しないと進めない壁が必ずたくさん訪れて、落ち込んだり練習行きたくなくなったり、学校休みたいってなったりするかもしれないけど、その後にご褒美が絶対に来るって思って、少しでもワクワクしながら挑戦してみてね。そうすればどんな壁でもみんなだったら必ず乗り越えられるから。そして仲間を大切にする気持ち、年下の子を守る、お姉さんとしての責任、そしていつも応援してくれている家族への感謝の気持ち、それを忘れないでください。そしてこれからもそばにいてくれるチアの先生、デビューした日向先生、みんなのことを守り助けてくれるミカリンやノリちゃん、そして新しく増えてきてくれるコーチの卒業生たち、そのメンバーを信じてみんなと一緒に毎週チアを楽しんでくださいね。サコはずっとみんなのことを見守っています。そして動画でみんなが頑張っている姿を毎回見られるのが楽しみです。また帰ってきた時にみんなの元気な姿が見られるように、サコもこのチームが世界とつながるチームとしてパワーアップできるように頑張ってきます。それではまたみんなに会える日を楽しみにしています。今日最後だったメンバー、いつも笑顔を忘れずに元気でね。卒業式会えるメンバー、今年一番の最高のチアリーダーに変身して楽しもう。みんなとチアができて幸せでした。このチームのことみんなで守って、もっともっといいチームにしてね。みんなありがとう。またね。会える日を楽しみにしてます。